してさ、どうしようもできないもんね、これ関節痛が菅はキング、キレある動きながらフォームは美しい。頭からスポンジ温泉へ入浴。中岡の視力は 0.2。 果たして危険を回避できるか。言われた通り手は後ろ。この素直さがあだとなる。泥に潜る三浦純。命をつなぐのは加えたパイプのみ。ここでキングタイム。気になるインポッシブル。待って、これやばい。さすがですね。さすがですね。いやー、さすがだ。嫌いになりそうですわ、この番組のこの悪質。切れてるやん。それで説明続けるんですか。どれでこれ。一回すいませんじゃないですか。一回すいませんで頑張りましょうじゃないですか。じゃあ一回すいません。一回は僕が言うやつでそっと言わんけよ。ご機嫌斜めのインポッシブルだ。やばいよ。しないやろ。ダンサルタ大将です。飽きるでしょ、そっちも。いや、赤いな。それでは、テイクオフ。メガネ取れへんもんやね。あの最近いいメガネに変えた。すごいな。お弁当。違うアイテム。大丈夫か。お弁当が。え？クリームの威力にメガネが押し上げられる。そして戻った。King和 Queen 的爆笑整蛊。次は人間ドックを受けるという偽番組。撮影前に血圧を測る。ちょっと時間がかかりますね。はい。こちらに軽い問診票書いていただいて。はい。え、これ何ですか？あ、簡単に氏名と書いていただければ。え、ここに丸？例によってクイーンは少し足りない。ちょっとお時間かかりますので、はい、足り終えた頃またお願いします。はい。お願いします。真面目に記入するクイーン。すると。されていながらも見事な躍動感。そこには美しささえある。髪の毛きれい。
締めはキング。キング。よし、キング見せていただこう。少々ですね。ブーって飲むやつですか。そうですね。臆病。はい。では、あなた、ガラガラと伺います。はい、お願いします。メガネ、メガネ。にキングはカレーなステップを披露、一方クイーンは水しぶきよりも速いキレ抜群のリアクションを見せた。まずはクイーン。わかりました。来た来た来た。ちょっとお願いします。違うんだ。違うの。そう、このせり上がるエレベーター。さらに今回エレベーターの上には35台のカメラをスタンバイ。あらゆる角度からリアクションを取り、その芸術性を見てみよう。山里と大将です。さすがはクイーン。水を顔の中心で受け止め、まるで逸らさない完璧なリアクション。手にはお気に入りのバッグ。キング、その名を総一という。そんなキングの背後、隣の部屋にはクイーンがいた。それでは行こう、直接対決。クイーンを盾にする汚いキング。
スをパワーアップ。キングエオシクイーンにすがる。倒れてもすぐに立ち上がる。これがキングとクイーンのリアクション魂。さあどちらが生き残るか。また？まあでも、うん、これが何終わったってことはもうこれで終わりやから。以上キングとクイーンでした。良い私よ。すごい。なんだプラスホイ。いい体。これ怖いよ。これ怖いね。めっちゃ怖いなこれ。めっちゃ怖いのよ。上話でしょ。これはやだ。うわこれね、頭に血が昇る。気づいてほしいんやろな、これ。なかなか気づかない。血が昇る。なかなか気づかない。後ろ後ろ頭に血が昇る。庄司さん後ろ見て。洗ってるシャンプーって一緒だ。シャンプーってそのままだよね。体も全部。あー怖い。怖い。あー座る。しゃがみ座る。あーそれね。あーなるほど。無限シャンプー。なかなか落ちない。なかなか泡立ちが落ちない。シャワー浴びても泡が取れないっていう。経験もドッキリもないんじゃないですか。そうですよね。うん、え、うわわわわ怖い怖い。うわグランプリです。いや、初めてでびっくりした。初めて。本当にびっくりした。もう大暴れした。どうしたのこれ。
今泡だらけ準備しちゃってるいやもうちゃんとお風呂入った方がいいんですよ。ちょっと本当に嫌だ、もう本当に怖いよ。違う、もう痛いいるだけで嫌だ。もういるとは分かったから、ちょっともう何もう約束します。もう約束します。